遠藤涼子の茶の間テレビ、いらっしゃいませ。第62回茶の間テレビ始まりました。よろしくお願いします。と今週もいろんなことがありましたね。まずは日曜日、土曜日に、この間の土曜日に遡って、我が子の 5年生と2年生の小学校の運動会がありました。運動会、赤白分かれたんですけど、結局どっちが、赤が勝ったのかな、お兄ちゃんの方が勝って無事終わりましたね。面白かったのが、あの運動会送っていく時の車の中で、下の子にあの競争かけっこ一番になっていいんだからねって言って、本気で走っていいんだよって言ったら、え、やだ恥ずかしい、あの一番だったら目立っちゃうじゃんとか言われて、いやそんな子供いるんだと思いながら、上の子と、へえー、そういう考え初めて聞いたよとか言いながら、やだ目立ちたくないとか言って、いざ走ってるのを見たら、ちょっと真ん中ら辺で順位を下がるように速さを緩めたんです本当にそう思ってんだと思いながらの運動会でしたね。で、上の子はあの5、6年生になると、我が子が通ってる小学校ってよさこいの踊りやるんですね。それがすごい感動的で、ちょっとうるっときましたね。なんか上の子の時って何でもこう、自分も初めてのことだから何でもハラハラするんですよ。心配だし、ちょっとうちの子って男の子で、最初の子で3月生まれで、ちょっと普通の子よりちょっと遅いから、行動が何でも心配になっちゃうんですよ。大丈夫かな大丈夫かなと思って、でそういう子が一生懸命やってるのを見ると、もう何でも感動的で涙が出ちゃうんですけど、もう下の子が何か、女の子だし2番目だし、ちょっとだけこう自分も子育てに落ち着いて見れるんで、なんか何やっても可愛いなって思う運動会でした。でその後は何があったかな、こう Facebook の投稿をたどっていくと、いろんな1週間が見えて、これは便利なんですけども、その後ですね、最近は何があったでしょうかね。ちょっと待ってください。あ、そうだ、そう、うち持ち帰りうどんも、うどん屋で自家製で作ってるんで、下お店の下に工場を構えていて、から持ち帰りうどんも販売してんですけども、あの居酒屋さんに卸し、2店舗卸したり、あと三直さんに卸したり、あとはイベントでこの間500食のうどんが入ったりとか、あとはこの前いつも来てくれる矢島理容室、矢板市の矢島理容室の矢島さんから受注、ゴルフのコンペのイベントでうどん使いたいって言ってくれて、70食も注文してくれて、すごいありがたいですね。で見事それを無事渡してくれて、矢島さんいつもありがとうございます。なんかそういう、なんだろう、なんかないかなって言った時に、はって気づいて、あ、うちのうどん景品にしようって思ってくれることがありがたいですね。なんでしょう、あとはですね、持ち帰りが結構最近は多いんですよね。そういうのの後に、あとはなんだろう、あとはなんだろう、なんだろう、なんかあったっけ、あとはなんだろうね、あ、おとといは運動会あって、すぐ上の子が臨海の宿泊学習だったんで、朝5時に起きて送り出しましたね。お弁当作って、おにぎりメインにしてくださいって書いてあったんで、簡単なお弁当作って送り出して、もう準備がすごい、持ってくものがいっぱいあるから大変だったんですけど、2日間ぐらい、あれも、あの学校の手紙って結構難しいんですよね。
最初にもらった手紙と後からもらった手紙の内容違うことが書いてあって、あれこっちは持ってくのかな、こっちはいいのかなっていうのをスーパーで、近所のスーパーにと誰かしらママ友に会うんで、ね、あれはさどういうことなんだろうとか言って聞きまくって、なんとか無事結局全部書いてあるものは持たせたんですけども、で用意しながら子供に楽しみだね宿泊学習って何回も言ったら、ねママは子供の時にそんな楽しみだったのつって、別に楽しみじゃないんだけどって言われてえそうなのつって、でも振り返ってみて私も確かに子供の頃そんなようなこと言ってたなと思って、あんまり学校が楽しんで行ってるタイプではなかったなって、同じなんだなって、血は争えねえと思いながらなんで嫌だったのかな、あの頃小学校の時とか中学校の時って女の子のこうなんか誰々ちゃんは無視しようとかいうのがすごく嫌いだったんです。それがすごく嫌で、一人でいる方が楽だと思ってた時は一人でいたりとか、あとそういう子じゃない子を探し求めてそういう子に行ったりとか、でもそういういい子ってやっぱりこう強い子に気に入られるから、いい子といても強い子が寄ってきてまたそういう揉め事が始まって、そういうのがすっげえめんどくせえとか思ってた小学生でしたね。今もそれがすごい大人になっても出てるなと思いましたなんか最近よく言われるのが、男にしとくのはもったいない、あ、男じゃない男じゃない、女にしとくのはもったいないって、男じゃない、女だったそう、女にしとくのはもったいないよって言われるぐらい男らしいらしく、みんなに、なんて言うんだろう、男だったらすごい、なんだろう、もっとこう、人をいろんなことを引っ張ってただろうねとか言われて、別に引っ張ってるつもりもないんだけど、まああれですね、なんかやろうぜっていうよりも、なんか困った人がいると大丈夫かなとかは常に考えちゃいますね。昨日もお友達のお店やってるとこに行ったりしてこう悩んでたりしてたんで、今度からは分かんない時は聞いてくださいねって言って、いつでも聞いてくださいねとか言って、なんかこうなんだろうな、よく学校の先生にも言われてたけど、人の面倒を見すぎて自分のことがおろそかになるとか言われてたんですよね。人の面倒を見てるっていうか、なんかこう見てるつもりじゃないんですけど、ほっとけないっていうか、大丈夫かなと思うと逆にそほっとく方が気になってきちゃって、行けばね解決してもしなくてもそれが、ね、何もしないより結果に出るのであれば本望みたいな感じでいつも行動しちゃうんですけど、で後で自分のことは後回しになっちゃったってことは多々ありますが、でもそれがこう今の生き方に出て良くも悪くもですって感じですね。あとはですね、そうですね、あと、あ、そう、昨日ママパンさんっていう勝子さんの、西那須の那須塩原インターネットテレビも、他の番組はそのアクアスっていうところで収録してるんですけども、そこのアクアスの中にある勝子さん、哲花勝子さんのがオーナーさんのママパンさんっていうパン屋さん行って、ラスク食べながら、ここに来てた大雄焼いた店の店長さんの大林さんと、あと東高ラジエーターの下條さんと、あと塗装屋の淳さんと4人で、あとミータも途中から3、ミータってうちの子なんですけど、みんなでお茶して楽しかったです。あの勝子さんのとこパンは前に買いに行ったんですけど、お茶するスペースもあって、
ずっとお茶してたんですけど、ラスク食べながら。なんだっけ、あのラスクが美味しかった。黒蜜？ん？違う。メープルと焦げチョコのラスクが美味しかったですね。で、なんだっけ。そこにずっと行った後に、アクアスでいろんな方に会って、なんか一日、まったりとした一日でしたね。あの、上の子が宿泊学習でいないんで、ゆっくり時間が流れました。いると習い事連れてかなくちゃいけないから、夕方からはもう、あっち行ってこっち行っての繰り返しなんですけど、何往復この那須塩原を巡ってんだっていうぐらいに毎日バタバタしてるんですが、下の子だけだとまだちょっと学童行ってるだけだから、すごいゆったりした時間を満喫しましたね。で、今日4時に今から帰ってくるんですけど、これ終わったら迎えに行かなくちゃいけないんですけど、会えるのはすごい楽しみなんですけど、あーまたあーでもね、こうでもねって言われる、めんどくせえなとか思うやつだけどね、いちいちね、例えばご飯食べに行くよりもここ行こうって言うと、とか言われるんですよ。あの反抗期どうにかなんないんでしょうかでもその反抗があるから家が安心すんだなと思いますね。たまに可愛いんですよ、赤ちゃんになっちゃって、ママが大好きとか言って、あ、こういうふうにいつまで言ってくれるのかなと思いながら楽しく子育てしていこうと思いますね。あのかけがえのない時間なんだなと思いながら、この子育てしてるっていう何年間は、きっともうあと2年で中学校になって一緒にどっか行きたくても、はぁめんどくせえよって絶対言われると思うんですよ。今でさえちょっとそういう傾向が現れてるんで、だから甘えたいと思ってくれてる時はいっぱい甘えさせてあげて、なんだろう、一緒に笑った瞬間をどっか行くことの楽しみも、それも大事なことだけど、一緒に笑った瞬間をいっぱい残していこうかなと思いましたね。それですね、その子育てのこともそうなんですけど、うち入り口にあのウッドベル工房のさっきの鶴永敦さんってペンキ屋さんの敦さんに入り口をちょっとコンクリートカーペットをにしてもらったんですよ。コンクリートカーペットって何っていうのを今からちょっと説明したいと思いますので、あっちに行きたいと思います。この入り口、さっきほど言ってたコンクリートカーペットっていうのは、塗装で大理石調に見せるアートみたいな、なんだろう、塗装なんですけども、これを定休日の日にやっていただいたんですけど、この茶の間っていう文字は私がデザインして、このハートもそうなんですけど、テープを貼ってってこの上から塗るんですね。で、このハートは何だろう、幸せになれるようにっていう意味合いを入り口でこう見たり踏んだりして、幸せになれますようにっていう思いを込めて作りました。なんか何だろう、何もないただのグレーのコンクリートだったんですけど、これを作ってからなんか入り口がやたら豪華になって、入り口ばっか気にするようになってますね。で、みんな来てくれた方もすごいハート踏んでってくれたりとかして、で、第1号を踏むのは誰かなと思ったら、その昨日来てくれた大雄焼いた店の大林さんが第1号に踏んでました。大林さん、今年はきっと幸せになれると思いますと思い込んでくださいでは第62回、ちょっと今日レフリーみたいな格好だったので今気づいたんですけども、62回見てくださった方々ありがとうございます。ではまた来週。本日もご来店ありがとうございます。お店の電話番号はこちらです。
Facebook でも遠藤涼子検索してね。お店の方にも来ちゃってね。